皆さんごんよう。上川かおるです。今回取り上げる話題は、プーチン大統領がいかに現実から目をそらしているかについて取り上げていこうと思います。現在、ウクライナにおいては反撃作戦が展開されており、その出だしは順調だと言えるでしょう。しかし、このチャンネルで取り上げてきたのは主に南部戦線における反撃だったわけですが、もしかしたら、ウクライナが秘めていた本格的な反撃、その矛先というのは、 南部ではなかったかもしれないというのが今回取り上げる話題です。実際にウクライナの戦場で起きていることというのは明らかにプーチン大統領の処理能力を超えていると言えるでしょう。それではプーチン大統領が今どのようなことを話しているのか、そして現実の戦場では何が起きているのかについて見ていきましょう。まずはプーチン大統領が外向きに何を言っているかについてです。プーチン氏、ロシアは何も失っていない。 特別軍事作戦について言及。ロシアのプーチン大統領は極東ウラジオストクでの東方経済フォーラムで演説を行った。プーチン氏はウクライナでの特別軍事作戦について聴衆に我々は何も失っていないし何も失わない我々が主に得たのは主権の強化だなどと語った。 アメリカ当局者2人は先週、機密区分が格下げされた情報をもとに、ロシアはウクライナで著しい兵員不足に見舞われており、兵力増強の方法を模索しているとの見方を示していた。イギリスのウォレス国防相の声明で、開戦以来2万5000人を超えるロシア兵が死亡したとの推計を明らかにした。なお、死傷者数全体としては8万人を超えているとの推計も出ています。プーチン大統領は何も失っていないんだと話していますが、 ロシア国内では全くそれとは真逆の行動をとっています。プーチン大統領、志願兵を集めで大企業にノルマ、国営ロシア鉄道には1万人支持。ロシアで徴兵問題を専門に扱う人権団体の幹部は、プーチン大統領がウクライナ侵略作戦に派遣する兵員を確保するため、国内の大企業などを対象に契約軍人として志願させる従業員数のノルマを割り当て始めたと暴露した。 北へのロシア鉄道は1万人を集めるよう指示されたとしている。ロシア鉄道の内部情報として、待遇などの詳細が書かれた文書も公表。契約軍人となれば、会社側とロシア国防省が日本円で92万円の一時金を支払い、従軍中は月給約69万円やボーナスの支給などを約束しているという。プーチン政権は強制動員による国民の反発を警戒し、様々な手法で 死願兵を集めているが難航が伝えられているどのような手段を使ったとしても本人が最終的に死願したという形にすれば問題ないというのがプーチン大統領の考え方のようですなお開戦以来ロシア国内においては企業経営者などが相次いで不審死を遂げていますそしてほとんどの場合自殺もしくは犯人が見つからないという結果になっています続いては戦場で何が起こっているかを見ていきましょう こちらは戦争研究所の発表している戦況レポートに基づく地図。赤く彩られている部分がロシア軍が侵攻して現在占領している地域です。これまではウクライナ軍の反撃として南部戦線丸1の部分についての解説を主に行ってきました。南部戦線においてはドニプロ川が一つ重要なポイントとなっていて、この川を渡るための橋を潰すことによってロシア軍は陸の孤島に閉じ込められた状態となり、 ウクライナ軍にとっては格好のキルゾーンにロシア軍を釘付けにすることができているということを皆さんに解説を行ってきました。これをもとにして私はウクライナ軍の攻撃は非常にうまくいくだろうという話をしていたわけです。しかし、ウクライナ軍の本命の攻撃はもしかしたら1ではなく2の方だったかもしれません。この地図の2の部分は東部戦線ハルキウ南東の地域においてウクライナ軍が大きな前進を見せています。そしてこちらが東部戦線の、 今回開設すす。る地域ですイジュームとリマンというのはロシア軍が占領している一大拠点で今回ウクライナ軍が強襲したのはバラクレヤという町です大きな攻防戦が始まったという話が出てからすぐにウクライナ軍がこの町に入り守備隊を蹴散らしたという情報が出てきていますこれは他の町の攻防戦と比べるとはるかに情報封鎖がうまくいっていた結果だと考えられます と同時にバラクレアを速やかに攻略したというのは一つ理由があるようですこの街を守っていたのは主には二つの部隊自称ルガンスク人民共和国の民兵部隊でこちらは非常に訓練の行き渡っていない部隊でいわゆる右往の州ですもう一つの部隊がロシア国家親衛隊でこちらはロシア連邦軍に所属してはいない本来であれば国境警備や治安維持を行う部隊です そのために、ウクライナ軍の教習を受けてこれに対応することができず、部隊はかなり散り散りになってしまったようで、逃げ遅れたロシア軍の中佐が降伏したようです。また、街を守るための兵器は一応あったようなのですが、こちらも兵士が逃げ散ったために、ウクライナ軍は戦車の露角にも成功しているようです。バラクレアを攻略するにあたって一つ、おとり作戦も実施されていました。 それがバラクレアの南ドネツ川を挟んでリマンに対する攻撃をウクライナ軍が行ったのですこれはドネツ川はこの領軍にとって一つ境界線となっていて大きな橋についてはほとんどがもうすでに落ちている状態で戦車や装甲車などが一気に渡ることができない状態になっていますそこでウクライナ軍はボートを使うことによって対岸に渡りリマンに対する強襲をするぞということをロシア軍にアピールしたのです これに対してロシア軍が撃退するために部隊を派遣した場合においては、すぐに川を渡って逃げれば、戦車や装甲車は追ってこれないわけですから、ウクライナ軍はこの地域におけるゲリラ戦を有効に活用することができたのです。そのためにロシア軍の注意を少しでも引きつけることによって、バラクレアへの強襲は成功したと考えられます。しかし、行くの狙いはバラクレアではなかったようです。ここはあくまでもロシア軍の 守りが薄いところをつく言えば始まりの一手に過ぎなかったようですすでにバラクレアを攻略した戦車や装甲車はシェフチェンコバへ向けて進軍を始めているようですこの素早い進軍を支えているのがタンクデサンドと呼ばれるような戦車や装甲車に歩兵がどんどんと乗り込んでの移動です前線地域においてはロシア軍の守備陣地があるわけですが逆に言えばそこから入ってしまえばロシア軍の陣地は 基本的には検問所など硬い防御をしているわけではありません。ですから、まとまって移動することによって、主要な街から街へ一気に移動することができるわけです。そのため、ウクライナ軍の進行スピードは非常に速くなっているそうです。このタンクデサントを用いた気候兵力による進軍というのは、シェクシェンコバも、これもまた一つ最終目標地点ではないと考えられています。ウクライナ軍が目指している先は、 クビヤンスクという町です。この東部戦線においてイジューム・リマンがロシア軍の一大拠点ですよという話をしましたが、クビヤンスクはこうした重要な拠点に対する補給路の結節点に当たる場所です。 大きな幹線道路を用いて大量の物資を運ぶことができるわけで、この街を抑えることができれば、この後冬になった時に大きな道路を使えないということは当然のように補給効率は非常に下がることとなります。それだけロシア軍の戦闘能力が減少することにつながるわけです。ウクライナ軍が速やかに街を落とし、その後もすぐさま進軍を再開して、 走行車や戦車などが前進しているというのは、これは明らかにこれまでの戦いと全く違うことをしています。それは これまで東部戦線などにおいてはロシア軍の方が砲撃戦を主体として陣地や街を破壊し尽くした後ゆっくりゆっくりじわ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 と前進するような第一次世界大戦のような戦い方が主体となっていましたこの背景にあるのはロシア軍もウクライナ軍も双方ともに対空兵器が健在であり航空戦力がうまく活かせない状況だったからこそ地上戦のぶつかり合いというのが主体となっていたわけですししかし今回、 ウクライナ軍がやっているのは一体何かといえばそれは第二次世界大戦時における電撃作戦を行っているのですこのような作戦を実施することができたのはいくつかの条件が重なったからだと考えられますまず第一にウクライナ軍の方にさまざまな兵器が供与されてきましたそれは対例大ミサイルのようなロシア軍の防空網を麻痺させるような兵器がもたらされたことによって陸上戦力が大きく前進したとしてもそれに対してロシア軍が 空爆を本格化させることは難しいだろうというのがまず第一点そしてもう一つは何といっても情報面においてウクライナ側の方が有利だということですどの町にどのような部隊がいて守りが堅いかそうでないかといった情報は攻略の糸口になります例えば南部戦線においても、 ロシアの正規軍がしっかりと守っているところにおいてはなかなか陣地を抜くことができません一方でロシアがウクライナ国内に作った軍民政府のようないわゆる民兵部隊は非常に戦闘力が低いですから簡単に蹴散らされて兵器や装備といったものをその場に残して逃げ散るといったことが起こっていますそれと同じようにして今回ウクライナ軍は最も弱いところを見事に打ち破って見せたわけですこれなどは現地にいるパルチザンの情報などをもとにして 部隊はいるんだけれども確実にここは弱いだと分析した上で、攻撃を仕掛けたと考えられます。そしてもう一段戦場に対する見方を挙げた場合においては私がウクライナ南部戦線における反撃作戦を大きく取り上げるのと同じようにしてロシア軍もまた南部においてウクライナ軍が本格的な反撃をしてくるのであればこれに対応しなければならないとして兵士も兵器も弾薬も 南部戦線に向けて様々送り込んできただろううとということが言えます。そうすることによって東部戦線で何が起こったかといえばまず第一にロシア正規軍のベテラン部隊が抜けているそしてそれを埋めるために送られてきたのが新兵中心の予備戦力の投入で東部戦線においてはいわば弱点というものが生まれたというわけですですから南に目線が向いている時に東部においてこのような一点突破の電撃戦を行っているというのはおそらくは 全体構想からいてもさまざまな地点で反撃作戦が用意されていて状況を見ながら順次発動し状況を見ながら作戦は立てたんだけどここは使わないといったことをおそらくは司令部はうまく使い分けていると思いますこのようなウクライナ軍が非常に準軍事的に大きな戦略のもとにさまざまな戦術をその都度その都度状況に合わせて打ってくるというのは非常に理にかなった行動です一方ロシアの方はどうかというと 主に軍事作戦の理由というのが政治的な理由に基づいたものであり軍事的な効率性や合理性といったものに常に書いている状態です政治的な目的があってウクライナの首都キーウを目指して進軍しこれに失敗しドンバス地は我々のものだと宣言したからルハンシク州ドネツク州に対する攻撃を集中したがこれもまた道半ばであり さらにはウクライナを南陸国にしてしまおうと南部の重要校オデーサに対する進軍もこれも頓挫して政治的な理由というのが軍事的な合理性というものを伴わないので常にうまくいかないということになっていますロシアとウクライナではこうした政治と軍事の絡み合いというのがあまりにも対照的だと言えますというわけで今回の動画はウクライナ軍の周期構成は南部だけではなかったというお話から今のところ 反撃作戦は非常に順調な滑り出しを見せているという話でしたこの後ロシア軍がどの時点で少しでも立て直しを図ってくるかというところに注目ですそれでは今回の動画はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。このチャンネルでは現在、ウクライナ情勢に対する報道がどんどんと減っている状況ですので、日本のニュースで取り上げてくれないような話についても取り上げていこうと思っています。それでは動画を見終わったら、評価ボタンのクリックと投げ銭機能のあるところではぜひともご利用ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね